こんにちは。今回は民芸のババケが届いたので開封していきたいと思います。初めて誕生日よりも前に届いた気がする。確かビジュが1年前のパーマの時のビジュだったと思うので、めちゃめちゃ楽しみ。一回中身取り出します。水色だ。民芸今回水色なんですね。めちゃめちゃ可愛い。もう5人目なんだね買うの。中身は大体どんなのか分かってるんですけど、パパ系はとにかくビジュがいいのでかなり期待しています。よいしょ。はい、民芸のパパ系の色はこんな感じですね。水色、水色初めてかな、私が買った中では。どうだっけな、ちょっと全員の分の色を覚えてないですけど、開けてみます。じゃん。こんな感じでいつも通りフォトブックがあって、うわめっちゃ可愛い。待って、トレカめちゃめちゃ可愛い。めっちゃ可愛くないですか。あ、やっぱこの時期ですよね、パーマの。うわやばい、ビジュが良すぎる。で、硬質ケースとステッカーと、これがメッセージカードでステッカーで、キーホルダー。かわいい、クマめちゃめちゃかわいい。てか民牛ってクマなんですね、犬じゃないんだ。こんな感じで、まあ、いつも通りですね、入ってまして、今回の民牛のキーホルダーはこんな感じ。クマでおでこのとこに46って書いてますね。4月6日のことかな、46で、ここはまあいつもと同じような感じ。こんな感じで民牛って書いてます、名前が。今回民牛は茶色ですね、全体的に。めちゃめちゃ可愛い、色合いがすごい可愛い。で、これがステッカーですね。こんな感じ、チョコケーキなのかな、茶色。こんな感じのステッカーですね、2枚あって、初めてちゃんと誕生日にパパケが間に合ったので、誕生日当日に動画を上げようと思うんですけど、4月6日にちゃんと上がってるでしょうか。で、これもいつもと同じ長細い方のステッカーで、1枚目がこれですね。めっちゃ可愛い。今までこの数字言ってなかったですよね、これ。これ、民牛。民牛だけかな。この46ってやつ可愛い。全体的にこれはクッキーなのかな。めっちゃ可愛い。いいですね。このクマのキャラクターめちゃめちゃ可愛い。フォトブックの最後に多分、この民牛の手書きのやつのイラストが書いてあるはずなので、それが早く見たい。こんな感じ。いや、かわいい。めっちゃかわいい。1997、民芸。めっちゃかわいいな。で、白いやつは多分一緒ですね。こんな感じ。の、3枚セット。いや、かわいいな。本当に今回のババケ全員かわいい。このステッカーでももったいなくて使えないですよね。で、いつも通りこれですね。硬質ケース。今回は、1997の4月6日ですね、民芸。こんな感じで、メッセージカードで、これ開けるとこんな感じですね。うわかっこいい、めちゃめちゃかっこいい。いやー、ビジュが良すぎる。ここなんかくっついてないけど、ここですね。メッセージはこんな感じ、こんな感じですね。あー、懐かしいな、この髪型。あの、花火の時もこのビジュだったと思うんですけど、パーマの、まあ、実際に生で見てるっていうのが結構でかくて、めちゃめちゃ印象に残ってるし、すっごい好きですね、このパーマの民芸。あの、ダーリンのミュージックビデオが出た時も、あれもかなり衝撃的だったし、実際見た時もすっごい衝撃的で、このビジュすごい好きです。いやー、かっこいい。すごい犬っぽさが増してる。やっぱ私、民牛の犬っぽい感じのビジュがすごい好きですね。
かわいい、めちゃめちゃかわいい。よし、じゃあ撮るか見ていきます。セルカがめっちゃ楽しみ。1枚目はこれですね。何のポーズめちゃめちゃ可愛い。何のポーズかよくわかんないけど、めちゃめちゃ可愛いです。で、2枚目が目つぶってるやつですね。いやー、かっこいい、めっちゃかっこいい。で、3枚目、目開けてるやつ。え、めっちゃ可愛くないですか。なんとも言えない表情しててめちゃめちゃ可愛い。うわ、可愛い。で、4枚目、可愛い、笑ってる可愛い、可愛すぎる。いや、犬すぎるなこれは。で、セルカが可愛い、可愛い、可愛い。うわ、めちゃめちゃ可愛い、いいですね。で、もう1枚がこれですね。可愛い、めっちゃ可愛い。こんな感じ。うわ、いいな。トレカ全部で6枚でこんな感じですね。うわー、かわいい、全部かわいい、全部かわいいけどセルカやっぱかわいい。てかこのビジュが1年前ってやばくないですか。普通にもう1年も経ってるんだっていう、いやー恐ろしいな。ということでトレカはこんな感じで、最後じゃあフォトブック見ていきます。もうちょっとハニちゃんのあれがあってからフォトブックがちゃんとしてるかがちょっといつも心配なんですけど、相変わらずここの色がすごいですね。ちょっと目にくる。よし、じゃん。あ、大丈夫そうだ、向きは大丈夫そう。かっこいい。この衣装めっちゃ良くないですか。この上白で下ジーパンデニム、もうシンプルなやつが一番いいんですよね。なんだかんだでこういう衣装が一番好き。あー、しかもちょっとこれ袖が長くて萌え袖っぽくなってるんですよ。めっちゃかわいい。いやー、かっこよすぎません。ずっと見てられる。あ、やばい、かっこよすぎる。かっこいいしめっちゃかわいいし。いやー、顔がいい、顔が良すぎるな。いやー、いいっすね。おー、いや、パパ家本当に美女が良すぎる。全員もう毎回言ってるんですけど、こんな全員美女いいことあるっていうぐらい、なんかパパ家ってすごいですよね。美女が素晴らしすぎる。うわー、かっこよすぎる。ちょっと後でじっくり見ます。うわー、かわいい。めっちゃなんかこじんまりしてて、あんななんか体の大きい人間がこれちっちゃくなってるとかわいい。めっちゃかわいくないですかこれ。いや、靴もめっちゃかわいいな。ほんと衣装と髪型と、もちろん顔もですけど、全部が本当に素晴らしい。うわー、すごい。なんか人魚だからかわかんないですけど、なんか広告っぽくないですか。ミンゲのこういうやつ全部広告っぽく見えちゃうっていう。かっこいい、かっこいいし、かわいい。で、ちなみにこのメッセージの方は、誕生日に食べたいものはチキンって書いてますね。かわいい、かわいいですね。で、次がドン、かっこいい。いや、もう全部かっこよすぎません、本当に。いや、やば、しか出てこない。あ、ごめんなさい。あ、待って待って待って、カメラが倒れる。よいしょ、ごめんなさい。で、こっちは誕生日に行きたいところは海があるところ。 いいですね、このビジュアルで。このビジュアルで砂浜とか歩いてたらめちゃめちゃかっこいいいや、かっこいい。あー、いい、めっちゃいい、かわいい。はあ、このポーズいい、めっちゃ可愛くないですか。
いやちょっとかっこよすぎるな。やば、ごめんなさい、ちょっと全然進まなくて、ちょっとかっこよすぎるんだけど。かっこよすぎません？本当に。これは誕生日0時ちょうどにやりたいことは、笑っていたい。めっちゃかわいい、めっちゃいいこと言うじゃん。かわいい、いいな。かっこいいのが当たり前だから、かっこいいしか出てこないけど、あーかわいい、これめっちゃかわいい。よし、あ、全身かわいい。いや、スタイルめちゃめちゃいい。顔ちっちゃ、いや、この袖の感じめっちゃいい、かわいい。こっちは誕生日の日、僕が望む天気ってことかな。で、僕の天、誕生日の天気、春の天気、春生まれですからね。春っていいですよね。で、こんな感じ。この横いいな。この星くんもそうなんですけど、星くんが私的に一番好きなんですけど、このなんて言うんだろう、顎のラインがめっちゃ好き、かっこいい。いやーかっこいい。で、こんな感じ。いや本当に全部ビジュがいいな。で、こんな感じです。かっこいい。あ、来た、かわいい。これが実際メンギュが描いたやつだ。かわいい。いや、ほんとメンギュはボンボーイの生みの親でもありますからね。こういうイラストがめちゃめちゃかわいい。で、あれですね。超能力？誕生日一日超能力使えたら瞬間移動。確かなんか他のメンバーにも瞬間移動って書いてる人いましたよね。誰だったかな？ちょっと見た気がする。最後にこんな感じでサインですね。このミンギュのサインの、いつもここに17って書いてるじゃないですか。私的にこの17がめちゃめちゃなんか好きなんですよね。なんかすごい個人的に、自分の名前もちゃんともちろん入ってるけど、グループ名も入ってるっていうのがなんかすごいミンギュのサインの好きなところで。いや、かっこいいですよね、このサイン。めっちゃ好き。こんな感じで終わりって感じですね。今回ミンギュは H ですね。 H、 あのセルカのトレカの裏も H だから、これ結局何なんだっけ、ハッピーバースデーになるんだっけ。で、こっちの H かな、ミンギュで、あと3人って感じかな。で、ちなみにこれトレカ、あれトレカって裏って全部同じ色じゃなかったです今までのメンバー。なんかこれ2枚ずつ違う色、あれ今までみんな同じ色だったような気がするんですけど、微妙に2枚ずつ色が違う。これメンギュだけ、あれちょっとまた後で確認してみよう。で、セルカの裏のメッセージ、バースデーパーティー一緒にいようって書いてます。かわいい。やっぱこのセルカかわいすぎる。まあ、ほんと全員可愛いんですけど、今回人魚のこのパーマのビジュアルが好きすぎて、めっちゃいいな。このビジュアルをパパケに残してくれたのはありがたすぎる。ということで、人魚のパパケの開封は以上になります。で、ちょっと今日もう一個開けたいものがあるので、ちょっとそっちを開けたいと思います。まあ、すぐ終わるんですけど、よいしょ、これですね。はい、カラット棒が届きました。バージョン3、これをささっと最後に開けます。私的にはまだちょっと開封してないのであれですけど、
見た感じ、ネットで見た感じだとやっぱバージョン2の方が好きかなって感じなんですけど、実際見てみたらどうなんだろう。こうバージョン3の方が好きって言ってる人も見かけはしたんですけど、どうなんだろうな。ちなみにちょっとバージョン2の方持ってこようかな。ちなみにバージョン2がこれですね。これめちゃめちゃ可愛いですよね。私ちょっと中の自分でデコってるんですけど、これめちゃめちゃ可愛かったなーって、これ使えなくなっちゃうのがなんかなーっていうのもちょっと思って、なんかバージョン変わっても過去のやつも使えるようにしてほしいですよね、せめて。なんでこんな強制的に全員こっちにしなきゃいけないみたいな感じじゃないですか。今年の後半からですね、確かこっちが使えなくなるの。だから多分まだペンミの時とかはこっちも使えるんじゃないかなとは思うんですけど、なんか個人的になんか外で写真撮るときは私はこっちで撮りたいなって、まだ開けてないですけどね、まだ見てないですけど、なんかそんな気持ちです今のところは。はい、で、あ、これもついてました。この下のところにつけるストラップですかね。この前のこれかな、これみたいな感じのストラップもついてました。じゃあ早速開けていきたいと思います。だからペンミニ2本両方持ってこうかな。写真撮る用にも使いたいし、どうしよう。でもこれ1本でも持ってくの結構かさばるんですよね。箱めちゃめちゃローセルで可愛いから部屋に飾っとこうかな。なんだなんだ、これはなんだ。あ、これ両方あるんだ。ローセル両方あるみたい。ストラップどっちでもいけますよって感じで、これは入れるための袋的なやつもついてます。こんな感じ、水色のロゴが入ってる巾着みたいな。でもちょっとこれかなり薄めだから、まあ、私はこれには入れないかな、ちょっと不安かな、これに入れるのは。で、本体がなんかティーザーと実際の画像結構違ったじゃないですか。あれがなんかティーザーめちゃめちゃなんかピンクと黒でかっこいい感じだったのに、実際画像出た時あれみたいな感じになりましたよね。さあ、じゃあ実際見てどうなのか。じゃん、おお、なるほど。ここにセブンティーンってロゴが入ってて、こんな感じですね。で、ここにあれですよね、メンバーの名前のやつ、あの追加で買えるやつがあると思うんですけど、私は買ってないので、ちょっとここに一回電池を入れてみたいと思います。この中にあるかな、これ私いつもあのペンライト入れてるやつなんですけど、どこで買ったんだろう。3コインズか100均かどっちかだと思うんですけど、じゃあ一回これで光らせてみます。お、こんな感じ、結構青ですね。わかるかな、ん、これと、なんかこれ左右にあるんですけど、あ、押したら白になる。これ左右両方同時に押すのかな。こんな感じ、結構白い真っ白な感じで、これが紫っぽい感じの色かな。これが点滅っぽいやつで、なんかパターンが結構いっぱいある。おーおー、なるほど。ちなみにバージョン2と比べてみるとこんな感じですね。大きさはまあ同じぐらいかなと思います。若干ちょっとこの持つところが細くなった感じかな。こんな感じ。あとこれもちょっと自分で中をデコったらもうちょっと可愛くなるかなとは思うんですけど、だいぶスタイリッシュな感じになったかな。このラバーを付け替えてみようかな。付け替えてみるとこんな感じ。ちょっと今真ん中に来てないですけど、この今までのラバーも大きさはぴったりですね。使えます、こんな感じ。ただ若干なんだろうな、黒だとあんまちょっと色合い的に合わないかも、この青のやつだと。でもまあ付けてみたらこんな感じですね。いや、2本持ってこうかな、どうしようかな。まだでもこっち使えるんだったらバージョン2持ってくだけでもいいような気もしないでもないけど、
まあでもせっかく買ったから持ってこうかなと思うんですけど。ということでペンライトの開封は以上になります。ということで今回の動画は以上になります。次回の動画もお楽しみに。